世界的に右利きの割合は 90% だそうで、残りの 10% は両利きを含む左利きだそうです。国によって少しずつ違いはありますが、おおよそ右利きが多いことは否めない事実です。ここで疑問が生じます。なぜ右利きが左利きよりも多いのでしょうか？まだ明確にされた内容ではありませんが、様々な主張があります。まず生活習慣の違いのためだという主張です。実際の世の中は右利きに合わせているので、生きていると自然に右利きになるということです。これと関連するものとして胎児を超音波で調べると、親指を吸う姿がしばしば観察されます。この時どちらの手の指を吸うのかを観察すると、胎児224人のうち12人だけが左手の親指をよく吸ったそうです。その他の研究でも胎児72人の腕の動きを超音波でリアルタイムで観察したところ、約 85% が右腕を左腕よりも多く動かしたとされています。つまり生活習慣によって右利きであることが決まるのではないでしょう。しかし矯正を通じて左利きにも右利きにもなれるので無視することはできません。次に両親が右利きなのか左利きなのかによっても影響が大きかったそうです。実際ほとんどの専門家は遺伝的な要因の影響が大きいと考えており、関連研究を見てみると親が共に左利きなら左利きで生まれる確率が 26.1%、 片方が左利きなら 19.5%、 いずれも右利きなら 9.5% だったそうです。そして生まれた赤ちゃんの性別によってもわずかな違いがあり、男の子の時の方が左利きで生まれる確率が少し高かったです。このような理由から一部の研究者は男性ホルモンであるテストステロンが左利きに影響を及ぼすと主張しています。さらに妊婦が妊娠中に深刻なうつ病やストレスを経験すると左利きや両利きに生まれる確率が高くなるそうです。ある研究チームは超音波機器で健康な胎児をスキャンして観察しながら妊婦のストレスの程度を確認しました。この時妊婦がストレスを多く受けるほど胎児が左手で顔をより頻繁に触るという事実を確認しましたが、研究チームはこのような行動で左利きに決定されるわけではないと述べました。そして他の研究でも妊娠や出産過程で妊婦に発生したことが赤ちゃんの利き手に影響を与えるという研究は一貫性がないと主張しています。ただいくつかの研究で妊婦や胎児がストレスをたくさん受けると左利きまたは両利きで生まれる確率が高かったということなので、全く無視することはできないと思います。次に脳は左右一対の半球で構成されており、左脳が言語機能と論理、計算力などを、右脳が時空間認識、感性能力などを担当することが知られています。科学的根拠は足りない主張ですが、これを根拠に人類は言語を使用していることから、言語と関連したウェルニッキアの大部分が左脳にあるので、左脳の発達が良く、右利きがより多いという主張もあります。まず脊髄神経の交差により左半球は右半身を、右半球は左半身を支配するのは正しいです。しかし人類は言語を使う前から右利きが多かったです。これは石器の取っ手や火打ち石の破片、当時の人類の骨格発達などから分かっており、この観点での説明は難しそうです。このように右利きが左利きより多い理由については、様々な主張が存在し、主張が相反する研究も多いので、あくまで興味として見てください。疑問は解決されましたか？